アルマスカの風がこれほど懐かしいとはな。ここどこだ？どうやら東ダルマスカ砂漠だ。日上がる前にラバナスで戻るぞ。構わんな将軍。ああ、一刻も早く戻りたい。人々は私を恨んでいるだろうが、果たすべき務めがある。世話になった。俺なら人混みは避けるね。この町ではあんた未だに裏切り者だ。反乱軍はすぐに私を見つけるだろうな。縁があったらまた会おう。レックスの墓参りをしたい。脱獄囚なんだからな、当分おとなしくしてろ。魔石はいいのか？好きにしろ。あれは縁起が悪い。後悔してるのよ。あれを狙ったせいで面倒に巻き込まれたから。くれるのか？俺のだ。じゃあ聞くな。お嬢ちゃんによろしくな。しばらくラバナスタにいるわ。なあ兄さん、バシを信じていいのかな？さっさと売ろう、こんなもの。まあ売る前にパンネロに見せてやるか。心配かけたし。この時間ならミギョラさんの店にいるよな。俺ぐらいになると抜け出すなんて簡単なんだよ。それ脱獄ってやつ、すげえ。大きな声で言うなよ。ところでさ、パンネロは配達にでも行ってるのか？今日は来てないよ。珍しいよね、パンネロ姉ちゃんがサボるなんてさ。ミケロさんもいないんだ。さっき慌てて出てったよ。みんな忙しいんだな。僕も店番で大変なんだよね。ダランジーの用事もあるのに手が離せないんだよ。ダランジーか。なあ、俺が代わってやろうか？いいの？どうせやることないしな。おお、元気そうではないか。ナルビナ送りと聞いとったが。抜け出してきたんだ。それだけじゃなくて、ほら。なんと、盗み出しおったか。ダランジーがいろいろ教えてくれたおかげだよ。ガキだと思っとったが、やるようになったの。よし、バンヨ、お前を見込んで頼みがある。カイツに任せるつもりでおったが、お前の方がふさわしかろう。いや、お前でなくてはならん。こいつをな、
アズラスという男に届けてくれんか。これって騎士団の剣じゃないか。アズラスの居場所は地図に印をつけておいた。よいか、必ず本人に直接手渡すんじゃぞ。わしの名を出せば取り継いでくれるはずじゃ。わかった。なあ、引き受ける代わりに俺も一つ頼んでいいか。パンネロがどこにいるか調べてくれよ。王宮の宝見せてやろうと思ったのに見当たらなくてさ。ああ、調べておこう。よろしくな。あの剣でかつての団結を思い出せばよいがの。ならばオンドール公の発表はどうなる。王爵も騙されていたというのか。陛下を暗殺したのが将軍ではなくジャッジだというなら話はつながる。だとすれば将軍はジャッジの兄弟だぞ。そんな男を信用できるものか。やっと俺の知っているバッシュになったな。ならば共に戦えるか。本人の言葉だけでは信じられん。帝国に都合の良すぎるオンドールの発表よりマシだ。レックスも嘘をついていたのか。兄さんが嘘なんかつくかよ。そうだ、レックスは目撃者に仕立てられたのだ。私が陛下を暗殺したと見せかける帝国の陰謀だ。よくよく縁があるな。レックスの弟か。あ、こんな子供なら信じるかもしれんが、お前の話には何の証拠もない。共に動くわけにはいかん。アマリアは救うべき人ではないのか。部下の命を預かる以上、最悪の可能性を考えるのが俺の務めだ。あの夜のベイン襲撃も見抜かれ泳がされていた。オンドール同様、お前も帝国の犬かもしれん。ならばどうする。俺を拘束するか。お前は変わらんな、ウォースラ。忘れるな、バッシュ。ダラマスカ全土に解放軍の目が光っている。お前はカゴの鳥も同然だ。構わん、それならもう慣れた。アマリアか。あいつも解放軍だったんだな。あったんだな。ナルビナ送りの前に少しだけきつい感じでさ。君は私の道に幾度となく絡む。危険だな。迷惑だよ。すまんな。迷惑ついでだ。最後に頼みたい、バルフレアに会わせてくれ。今いるのは足だ。これで貸し借りなしだからな。借り？ナルビナ、あんたがいなきゃ無理だった。みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど、二人とも流行り病でさ。すまんな、思い出させて。別にいいよ、もう五年だしな。それからはパンネロの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことはあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。
あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが6回だろうが、パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。おばん、無事だったか。パンネロがさらわれたな。ゴルスキデモが手紙をよこしたんだ。バルフレアを名指しでな、ビエルバの魔石港に来いとな。バッガモナンよ、ナルビナに言った。あの子に何かあったら親御さんの墓前に何で報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。空賊っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。だいたいビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろう。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む。送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。ストラールだ。なかなかのもんだろう。すごいな、本当に空賊なんだ。俺の首で船が帰るぜ。よう、お疲れ。行けるか。スピードは？武器はついてる？イフリートよりすごいのか？教えてやってもいいが、自分で感じたいだろ。フラン、航路頼む。最短はドルストに救う。ビエルバはどうなっている？自由を保ってるよ、一応な。王女の自殺やあんたの処刑を発表して帝国に協力したオンドールへの見返りさ。私が生きていると広まれば彼は信用を失う。いやだ、政治ってやつだ。よし、上がるぞフラン。お行儀よくしてないとしたかんぞ。待ってろ、ハンネロ。
きっちり食わしてるか。はいよ兄貴、よう食うわ。アルフレアを連れて餌だからな、息が悪くちゃ話になんねえ。だから何度言わせるの、あの人とは何でもないの。兄貴、ラバナスタから連絡ですぜ。ストラールが出たってよ。進路はビュエルバ目指してまっすぐだ。何でもねえ割に甘くてすっ飛んでくるじゃねえかよ。どういうこと。ああ私が聞きたいぐらいよ。あの人とは一度会っただけで。くだくだうるせえ。その下引っこ抜いてもいいんだぜ。てめえら、アルフレアは殺すんじゃねえぞ。死体じゃ賞金は半分だ。死なねえようにいたぶるのは大の得意です。泣きわめいてもらわないとつまらないしね。あんたは死人だ。用心してくれ。名前も出すな。無論だ。ルース・マセキ港はこの先だ。最近あそこのマセキは品薄らしいが。マセキ港へ行かれるんですね。僕も同行させてください。奥で用事があるのです。どういう用事だ。ではあなた方の用事は。いいだろう、ついてきな。え、助かります。俺たちの目が届くところにいろよ。その方が面倒が省ける。お互いに。お前名前は。はい、ラモンです。わかった。多分中でいろいろあるけど心配ないよな、バッシュ。